八重門は日本の近畿地方の広域テレビ局、関西テレビ放送のマスコットキャラクター。1995年誕生。キャラクターデザインは電通関西支社の山本良二、辻中達也。愛称である八重門は公募で決定された。初期の頃はテレビ局のキャンペーン CM や番組宣伝番組を中心に登場していたが、 やがて人気が出てきたため天気予報番組のオープニング CG に登場したり、八重門が主役のアニメ、八重門村やゲームまで制作された。大きな唇に卵状のマスコットキャラクターとして近畿地方の視聴者に定着している。バリエーションは多種多様で、さらに1998年からは関連 CS、放送チャンネル、関西テレビ、京都チャンネルでは、 姉妹キャラとして、八重門に舞妓のかつらをつけた、いちゃんが誕生。毎日放送の、来、四ちゃんやテレビ大阪のタコルくん、それに三テレビの、おっ、さんと並ぶ、関西のテレビ局名物、マスコットキャラクターとして定着し、大阪市内の土産店ではこれらのキャラクターグッズが、販売されている。初期には声を出さなかったため、声の担当もいなかった。 1997年春のカンテレキャンペーンのみ、ま、カンピョウが担当。2000年4月のカンテレミナワル以降は声を出すようになり、岡田照之が担当している。なお、カンテレのサウンドロゴの作曲と歌は CM 音楽を中心に活躍している木村京子が担当している。木村は CM 中の音声も担当している。 2015年3月29日まで地上デジタル放送の受信機表示アイコンでも八のロゴと共に使用されていた。2015年3月30日に関西テレビの故障が関テレに統一された後も八絵門のキャラクターは使用を継続している。関西テレビが創立40周年を迎える1997年に大阪市北区大木町へ移転するのを前提に 1995年夏からのキャンペーンピーチクパークステーションの制定と同時にテレビ局を皆が集まる公演にしたいとの意味を込めて名前に KTV のリモコンナンバー8を冠した8エモンは誕生した。キャッチコピー、鑑定では1997年4月から2015年3月まで使用された。1996年夏、 関西テレビの競馬実況でおなじみの杉本清アナウンサーと共演した。2003年にはナムコからゲームボーイアドバンス用ソフト八エモンが発売された。ジャンルはアクションゲームである。なお、同じくナムコのゲーム言葉のパズル文字ピッタンのゲームボーイアドバンス版にも八エモンがスペシャルステージに登場していた。同じく2003年にはアニメ 八重門村が放送された。2004年には CM 集を DVD 化し発売した。2006年には、ファイト、関西都名打って、大阪城、通天閣、京都タワー、神戸ポートタワー、梅田の高層ビル群、キッズプラザ、大阪など関西の革命所に、八重門のくちばしが突然吐いて、親父ギャグを一言喋るバージョンが放映された。また、 番組またぎで放送される天気予報では関西テレビ本社ビルの隣の大木町公園で八重門の着ぐるみが遊んでいる映像が流れるスポット CM の八重門とは異なった風貌である初期の頃はなかったがお尻が二つに割れている小さな手もあるが普段は隠されており拝められるのはごく稀なことであるまた関西地方の観光地にある土産物店では 八重門の阪神タイガースバージョンのキーホルダーが売られている。2011年1月から関西テレビの曲名告知に八重門に手と足が吐いたロックバンド八ガールバンドのアニメが使用されている。ありがとうございます。